はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらの商品をご紹介します。こちらポストアートウェアハースアンリミテッド3ということでね、ポストカードの、第3弾になりますね。ドラゴンボール、はい、パッケージの写真はこの2種類、はい、いやこれはね、今まで私第1弾第2弾とね、フルコンプしてきたんでね、今回はね、一応ねちょっといろいろ考えたんですけれども、普通にフルコンプ状態のものを買った方が安いっていうことに気づきまして、今回は普通に箱買いではなくて、普通にコンプしたのを購入しました。はい、こちら全24種なんですけれども、普通に買うとね、ワンボックスが20枚、はい、なので絶対ワンボックスで揃わないんですよね。はい、なので最低でも2箱、まあダブリとかあると最低でも 3箱以上とかね買うことになっちゃうんで、だったらフルコンプ状態のものを買った方がいいかなということで、今回フルコンプのものを買いました。ということでね、ではね早速1枚ずつね、デザイン見ていきましょう。はい、ではね早速、ナンバー01からですね。はい、こちら、はい、もうすでにね、ナンバー1からキラキラしてますね。はい、こちらはスーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人の、悟空海王拳バージョン、こちらが、レア枠ですね。はい、01レア、はい、後ろは普通にポストカードですね。はい、デザインはポストカードデザイン、ほんとこれ豪華だよね、カード自体が。はい、で、ナンバー2、はい、こちらフルパワージレン、いやこのデザインもすっごいね、鬼気迫る表情のジレン、かっこいいつかもなんだろうね、すっごい迫力。はい、これはノーマルです。まあ表面がちょっとねピカピカしてるっていうメタリック加工ですね。はいはい、で続いて、ナンバー03、はい、こちら、はい、またキラキラして超かっこいいのが来ましたね。はい、孫悟空身勝手の極意極みですね。かっこいいわ、こちらが、03レア枠ですね。はい、これでもレア枠っていうね、すっげー豪華。はい、で、4枚目つか04ね。はい、こちら、はい、フリーザですね。天使のワッカーのはめたフリーザ、こちらはね、ノーマルですね。はい、04ノーマル、はい、で、5番が、こちらです。はい、悟空ですね、ノーマルの悟空、これもノーマルの悟空でノーマルなんですけど、05ノーマル、はい、これはまあこういう感じですよね。最後の、ジレンとの対決のシーンって感じですよね。うん、はい、で、06、はい、こちら
スーパーサイヤ人ゴッドのベジータ、はい、こちらもノーマルですね。はい、ゼロ六ノーマル。はい、で、続いてゼロ七ですね。はい、こちらめちゃくちゃかっこいい、すっごい豪華なんですけど、ブロリー、ゴジータ VS ブロリー、もうすごいね。ここら辺ももう枠がね、こういう感じで、これがね、ゴッドレアですね、はい、金のこういう枠の箱押しがされてるのが、ゴッドレア。迫力、かっこいいわ、豪華だね。はい、ゼロ七ゴッドレア。はい、で、ゼロ八、はい、こちら、はい、これは少年期の悟空ですね。もう大猿のこれね、ピッコロ大魔王の時のね、最後の一撃ですね。ノーマル、はい、ゼロ八ノーマル。はい、で、ナンバーゼロ九、こちらトランクス。これはメカフリーザを一刀両断して、最後のエネルギー弾を放つ時ですね。はい、ゼロ九。はい、で、ナンバー10番がこちら。俺がベジータだ、はい、この俺がベジータだ。はい、これまた印象的なシーンですね。はい、これもノーマルですね。はい、10番ノーマル。はい、続いて11番、こちら16か。このデザインのご飯かっこいいね。なんかね、やる気に満ち溢れたご飯。ピッコロと同じマントをね、脱いで、かっこいいなこのご飯。やっぱ少年期のご飯が一番かっこいいな。これはノーマルですけどね、11番ノーマル。はい、で、12番こちら、はい、これはベジットですね。ベジットの通常、はい、これはノーマルですね、はい、12番ノーマル。で、13番がこちら、はい、クーラですね。クーラの変身後、はい、こちらは、ノーマルです。13番ノーマル。はい、で、14番、こちら、ハイヤードラゴンと、ご飯ですね。まあこの劇場つながりですね。フリーザ編、あ、フリーザ編、クーラー編のね、孫悟飯ノーマル14番。はい、は
い、続いて15番、こちら、はい、これまたド派手なスーパーサイヤ人3龍拳爆発。はい、すごいね、これも、はい、これもね、ここにね枠があるんで、ゴッドレアですね、はい、龍拳爆発のスーパーサイヤ人3悟空。15番 GR ゴッドレア、かっこいいね。はい、続いて16番、こちら、はい、トランクス少年期。これはね、初めてこの剣をね、もらった劇場版のトランクスですね。ノーマルタピオンからねもらったやつです。もらったやつですね。はい、はい、続いて17番、はい、こちら、はい、これまたキラキラしてる後半の青年期。このデザインのご飯もかっこいいね、青年期だけど。イラストがいいね。はい、こちらは17番レア。はい、で、18番ですね。はい、18番こちらブロリーです。はい、ブロリーですね。こちらもね、ブロリーの劇場版違いですね、はい、初期の劇場版ブロリー。いやー、これもデザインかっこいいな。いいね、はい、18番レア。で、19番ですね。はい、こちら。いっちゃいくぜ！はい、ゴジータ。こちらはね、劇場版、チャネンバ編ですね。はい、このチャネンバ編のゴジータ好きなんですよね。かっこいいよな。でもノーマル、はい、19番ノーマル、はい、で、20番は、おのずと、はい、ジャネンブ、はい、このデザインもいいですね。もうここら辺がもうあのねバラバラになる直前の感じでいいですね。デザインがいい。20番ノーマル、だからこう並べるとかっこいいね。こうね、はい、で、21番、はい、こちら、はい、これまた一風変わったね、デザインになってますが、こちらはアナザーレアになりますね。これは劇中で、まあ相手ですね、敵側と、敵側がシルエットになっているデザイン。後半とブロリー。はい、21番 AR アナザーレア。で、22番が、こちらですね。はい、はい、こちらもアナザーレアでゴジータとジャネンバ。
デザインもかっこいいな。豪華さはゴッドレアとかレアに劣るんだけど、このデザインがかっこいいよね、アナザーレアは。はい。で、23番がこちら。はい。はい、身勝手の極意、悟空と、フルパワージレンですね。で、ラストですね。はい、ラストはこちら。はい、ゴッドレアと同じ、まあ、デザインは違いますが同じ構図の、ブロリーとゴジータ。はい、AR。 はい、という感じのという感じのね、はい、24種類、はい、24種類ですね。はい、こんな感じです。まああとね、ちょっと自分が一応これをね、どういう風に収納しているかというのをお見せしたいと思います。はい、ということでね、私が、ポストカードを収納しているのはこちらですね。はい、こんな感じで第1弾から、集めてます。こちらのねファイルは、Amazon で購入したものになります。はい、まあ一応ねこの、ファイルの、購入先は、概要欄にね、アドレスを貼り付けておきますね。はい、ではねちょっとね見ていきましょうか。はい、第1弾からですね、まあパートですけどご紹介していきます。はい、まあ一応ね、こちら両面で入れてますね。はい、まあ裏はポストカードのあれなんでね、白い生地なんで、白い生地っていう白地なんでね、なので両面で入れてます。はい、ここでね第1弾が終わってるんで、まあ、裏面はねこういう風になんもないんでね。はい、でこっからが第2弾ですね。はい、ということで、こっからがね、今回の第3弾になります。もうすでにね入れてあります。ちょうどいい具合にね、切り替わってますね。またちょうどいい具合にね、切れてます。はい、こっから第4弾が続いていくと思いますね。はい、なかなか便利なあるファイルだと思います。はい、ポストカード入れるにはね。はい、やっぱこうやってね収納できるのはいいですね。うん、まあ外からでもこれちょっとね透明かかってるんで、まあ、曇ってはいますけどね。絵はがき年賀状って書いてあるけどねまあこれはシールなんで剥がせます。はい、ということでね、今回はね、ドラゴンボールポストアートウェハースアンリミテッド3、はい、こちらをねご紹介させていただきました。
皆さんもね、ぜひね、コンビニとかでね、売ってますんでね、まあ見かけたら、まあ、購入してみてはいかがでしょうか。はい。ということでね、今回は、この辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。